はい、皆さんこんにちは。紙工房のキングナムです。本日紹介したいマクロ賞はこちら、石の森で行われます長寿供養祭マクロス展の商品情報、第1弾第2弾をご紹介していきます。はい、もう開催が明後日ぐらいですかね。動画出てる頃には明後日ぐらいになってますと。はい、ではでは商品、これまで兵庫と横浜、神奈川かな、行われてた商品も多分あると思うんですけど、それに追加して新たにグッズが出てきますと。まず1点目が缶バッジ、はい、こちら、はい、全13種類のランダムですね。となってます。はい、メインキャラどころじゃないキャラも出てくるので、そういうキャラ推しの人も多分いると思うんですけど、その人にとってはいい商品なのじゃないかなと思います。で、ミニアクリルスタンド、こちらも同じですね。で、大クランだけいないといった感じとなります。缶バッジが330円、アクリスタンドが660円となります。こちらもランダムみたいです。で、大クランの方のアクリルスタンド、こちらはでっかいバージョンで単品で販売されてると。なので6490円と、大体10倍ぐらいの値段で販売されてますと。で、アクリルキーホルダー、よっちゃん&ピノコ、はい、服がマクロスのロゴっていうかになってますね。こちら858円となってます。これが第一弾、第一弾あんま関係ないですけども。で、続いて第2弾発表された商品がサイボーグ009とマクロスフロンティア。どこがマクロスフロンティア要素かというと、オオサンショウと、あと多分シェリル の, イヤリングつけてるところが、フロンティア要素となってると。こちら660円、ハートカードですね。はい、で、続いて幽霊船マクロスフロンティア、バルキリーが後ろであります。こちらも660円で、ハートカードサタケかなと1なんとかとマクロスフロンティア、ミシェルとクラン、サブと1、ちょっと見えない、660円となります。で、ポストカードセットが3種類ですね。こちらの3種類のポストカード660円となりますと。で、サイボーグ009とフロンティアのアクリルジオラマ、こちら1650円で、販売が11日予定となっているので、初日行っても買えませんよっていう商品です。はい、期間で分かれてるみたいですね。半分ぐらいでちょうど新たに商品が追加されるみたいです。っていう、さっきのも別バージョン、幽霊船ですね。で、サブとなんとか、こちらもありますと。で、スクエア缶バッジ、四角ですね。これも8月11日予定となってます。各550円です。はい、こういった商品プラスフードとかがあるので、よければ夏休みとかを利用していっていただければいいかなと思います。はい、休館日もあるので、その辺はよくご確認の上行ってみてくださいという感じで、今回は石の森の方で行われるマクロス長寿供養祭マクロス展の商品情報のご紹介でした。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次のマクロス情報でお会いいたしましょう。